皆さんこんにちは。2023年10月1日に行われたサッカーアジア競技大会の北朝鮮対日本戦が話題となっています。この試合で北朝鮮選手のラフプレーと拳を振り上げる威嚇により合計6枚のイエローカードが出されました。あまりの衝撃的な内容に試合を視聴していたファンからも怒りの声が続出しています。一方でネット上では北朝鮮選手には負けたら刑、負けたら収容所送りという噂も浮上しているようですが、本当なのでしょうか。今回はなぜ北朝鮮があのようなラフプレーを繰り返したのかについて見ていきたいと思います。2023年10月1日のサッカーアジア競技大会、北朝鮮対日本戦が大きく話題になっています。北朝鮮側の暴挙連発にかなり荒れた試合として視聴していたファンから怒りの声が続出していました。主な暴挙内容がこちら。北朝鮮選手が試合中にラフプレー連発で何度もファウルをする。北朝鮮選手が日本人スタッフから水を奪おうとして手間取ったスタッフに殴るような動作をする。2対1で北朝鮮が負けるも、試合終了直後に北朝鮮選手は主審を取り囲み猛抗議する。この試合で北朝鮮側はイエローカードを6枚提示されました。幸いにも日本人選手に怪我はありませんでしたが、衝撃的な試合内容で驚きですよね。北朝鮮選手がラフプレーなどの反則行為をする理由はなぜなのでしょうか。サッカーアジア競技大会でラフプレー連発や威嚇行為の暴挙により批判されている北朝鮮選手、ネット上では北朝鮮選手は負けたら刑、負けたら収容所送り、負けたら炭鉱送りという噂も浮上していました。本当だったら恐ろしいですが、実際のところどうなのでしょうか。2012年8月3日アメリカのハフィントンポストは五輪関連ニュースとして、北朝鮮が金メダルを獲得した選手には冷蔵庫や自動車、テレビなどを贈るが、メダルを獲得できなかった選手は強制収容所行きになる、メダル獲得に失敗した北朝鮮選手は運動選手協会から自動的に除名され強制収容所行きになる、特に米国や韓国など北朝鮮と敵対関係にある国との試合で負けた場合は強制労働以上のものが待ち受けている。強制収容所では具体的に拷問、性的暴行、強制労働など深刻な人権侵害が繰り返されており、最悪の場合は刑が宣告されるケースもあると報じています。金メダル獲得では贈呈品が贈られますが、負けた場合は強制収容所行き、強制労働以上の場合の可能性もある、最悪の場合は刑が宣告されるケースもあると言われていました。ゾッとしますが、この報道により北朝鮮選手にとってメダル獲得は命がけであることが広まったようです。2016年8月16日国内の新聞は五輪関連ニュースとして北朝鮮は負けたら強制収容所行きと報じています。1996年アトランタ五輪の柔道女子で谷良子さんを破って金メダルを獲得したケイスンヒさんは、金正恩総書記から現代的な高級住宅と乗用車を贈られたことを手記で明らかにしています。逆に国家の名誉を傷つけた選手には懲罰が待っているようです。北朝鮮がイタリアを破る番狂わせを演じ、アジア初の8強入りを果たしたサッカーワールドカップイングランド大会、北朝鮮選手たちは英雄として国に迎えられましたが、その後強制収容所に送られた選手もいたようです。1966年の北朝鮮がアジア初の8強入りしたサッカーワールドカップイングランド大会、この大会の準々決勝ポルトガル戦で北朝鮮が敗退しましたが、実はその前夜に北朝鮮選手が宿舎から抜け出しイギリス女性と遊んでいたと言われています。帰国後に前夜の遊びがバレてしまい、革命精神に背くとして収容所に入れられることになったそうです。収容所での生活は過酷で、入った選手は脱北者にゴキブリなど手に入るものは何でも食べて生き延びたと語ったといいます。しかし世界日報は北朝鮮が負けると炭鉱送りという話が出るが、実際は北朝鮮に否定的な認識を持つ国際社会の間で作り上げられた噂なのだと説明しました。2015年1月1日の中国機関紙では、北朝鮮サッカー協会側が負けたら炭鉱行きなんてないとコメントしたことを報じていました。また南アフリカダブルハイで敗戦し、チームは炭鉱で強制労働させられたという噂については、負けて炭鉱行きなんてない、敗戦の原因について総括はする、もし炭鉱送りがあるならサッカー協会の書記長からだ、
でも書記長は今もまだずっとあの役職のまま。スポーツで負けて罰を受けたらみんな辞めてしまうと否定しました。ではなぜこのようなプレーが繰り返されているのでしょうか。理由その1、国家要請の重圧。まずステートアマとしての重圧があります。脱北した元朝鮮労働党幹部によれば、キム・イルソン主席はかつてオリンピックについて参加することではなくて勝つことに意義があると語ったといいます。元幹部は、北朝鮮では皆国旗を掲げて争うのはスポーツと戦争の2つしかないと常々言い合っていると語ります。オリンピックや世界選手権で各国の間で有名なのが、北朝鮮は勝てる種目にしか選手を派遣しないというものです。北朝鮮が獲得したメダルは金5、銀9、銅5で、金メダル獲得数では9位につけていました。金メダル獲得数で29個、第3位につけた日本に比べれば見劣りしますが、北朝鮮がアジア大会に派遣した選手は約200人、約800人弱の日本選手団に比べ、テコンドーや柔道、射撃などメダルを取れそうな種目に重点的に派遣している結果だと言います。当然サッカーもメダル獲得を期待されていました。オリンピックを見据え、アンダー22代表で固めた日本に対し、北朝鮮はアンダー24代表で臨み、オーバーエイジ枠の3人もフルに使って勝負に挑んでいたようです。理由その2、国内屈指の人気スポーツ。サッカーは北朝鮮の人々が一番親しみと誇りを持つスポーツです。ボール一つあれば誰でも楽しめるサッカーは、北朝鮮ではバレーボールと並んで広く親しまれています。過去1966年のダブルハイイングランド大会ではベスト8に進出。女子サッカーも2016年のアンダー17女子ダブルハイで優勝するなど輝かしい戦績も残しています。元党幹部によれば、平壌などで日曜日に視聴できる娯楽専門のマンスデテレビでは、必ずサッカーの国際試合の録画放送が流れていたそうです。それだけ視聴率が高く注目度が高いため、選手もそれなりにプレッシャーを感じるのでしょう。理由その3、キム・ジョンウン総書記も注目している。キム・ジョンウン総書記が力を入れているという背景があります。キム・ジョンウン氏は西洋社会で人気が高いバスケットボールやサッカーの振興に力を入れてきました。2013年5月に平壌国際サッカー学校を開校しました。年代別に強化指定選手を決めて育成を続けているようで、2017年頃には国内すべての児童生徒にサッカーボールを1個ずつ支給するよう指示したこともあります。キム・ジョンウン氏は最高指導者になる前も、2010年ダブルハイ南アフリカ大会に強い関心を示し、現地のチームにも指示を出していたとされます。最高指導者が強い関心を持っているという状況から、アフリカに駐在する北朝鮮大使館などが、海外派遣労働者が応援のために南アフリカを訪れる費用の工面などに全力を挙げたといいます。理由その4、試合成績で処遇が決まる選手たち。第4に、選手たちにとっても天国と地獄を決める大切な場でもありました。アジア大会は北朝鮮ではオリンピックやダブルハイに比べればそれほど重要な国際大会とは位置づけられていません。逆にアジア大会では決勝に進出して当たり前くらいの空気が流れているようです。今回の代表選手たちは準々決勝敗退ともなれば、もう次の国際大会に出られる機会を与えられないかもしれない。脱北者の一人は、給水の際のマナーの悪さは批判されて当然だが、選手たちが国際大会慣れしていないなという印象を持ったと話します。この脱北者によれば、準々決勝で負けたとなれば労働鍛錬隊送りとはならないまでも、自分が希望する職場に就くことは難しくなります。軍隊に行くことも覚悟しなければならないのでしょうか。アジア大会で好成績を残せば、もっと大きな国際舞台で活躍し、最終的には北朝鮮のロナウドと呼ばれ、イタリアなどで活躍した北朝鮮元代表フォワードのハン・ガンソンにもなれたかもしれないですが、それも夢に終わったようです。理由その5、日本には負けられない。最後に、相手が日本という事情もあったようです。朝鮮中央通信は10月1日、アジア大会女子サッカー準々決勝で北朝鮮が韓国に勝利したニュースを伝えました。同通信は韓国代表を傀儡チームと呼び、4対1という圧倒的な点差で大勝したと誇らしげに伝えました。同通信は2日昼現在、
男子サッカー準々決勝の結果を伝えていません。元党幹部はその時々の国際情勢にもよるが、日米韓と対決している今の状況の中、是が非でも勝たなければいけない試合ではあったと語りました。では今回の事件の処罰はあるのでしょうか。怪我につながりかねない背後からのタックル、試合終了後の主審への猛抗議、さらにはペットボトルを渡した日本のスタッフへの拳を振り上げた威嚇など、どれもこれも情動を逸していました。相手に対するリスペクトもなく、スポーツマンシップの微塵もなかった。そのことは北朝鮮に6枚ものイエローカードが出されていたことが物語っていますよね。事態を重く見た日本サッカー協会および日本代表の森保はじめ監督は、アジアサッカー連盟と国際サッカー連盟に意見書を提出しましたが、日本の選手の安全を守る上で、また今後北朝鮮にフェアプレーを徹底させるためにも必要な措置であることは言うまでもありません。男子サッカーチームの2年間の出場資格停止から平壌開催権の剥奪、監督および問題の選手の出場停止処分、罰金など様々な処罰が想定されますが、過去に北朝鮮は同じような処分を何度も受けていたことはあまり知られていません。例えば約40年前の1982年にインド・ニューデリーで開催されたアジア大会の男子サッカーの試合でも、今回同様に同じような光景がありました。準決勝でクウェートに敗れた北朝鮮の選手やスタッフらは、試合終了を告げるホイッスルが鳴るや主審に詰め寄り暴行を加えていました。この時は北朝鮮に2年間の国際試合への出場停止処分が課されていたようです。昔も今も国交のない反日の国での開催は、日本にとってリスクが伴うのは言うまでもありません。したがって可能なのであれば平壌での開催を回避したいというのが日本の思いかもしれませんね。歴史は繰り返されるのでしょうか。 AFC と FIFA がどういう裁定を下すのか、世間からの注目が集まりそうです。いかがだったでしょうか。今回は北朝鮮のサッカー事情について深掘りしてきました。噂では炭鉱送りや刑務所送り、場合によっては刑などの噂があるようですが、真相は分かりませんね。どちらにせよ日本選手に大きな危害がなくてよかったですよね。北朝鮮にはそれなりの処罰が与えられることは間違いないでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。